あ、それでは皆さんこんにちは、大浦康平です。今日は無観客っていうかですね、まあ例の時勢によって、まあ、無観客で一人でやっております。僕とスタッフさんと二人だけの部屋で、まあ、2曲やらせてもらいます。今3月、まあ3月といえば別れの季節で、今回のテーマはちょっと別れをテーマにしたオリジナル曲を2曲紹介します。1曲目、生き急いで。曇りが降らす指で落書きしてみる夢の窓の外よみがえる忘れられない寂しい命雲の隙間から君が見ている思い出は果てしなく天使のメロディー街のざわめき消してくいつか目覚めたあの日のように風がささやく特別な夜読みかけの小説閉じるように儚い想いを閉じ込めた夜手のひらには色あせたフォトグラファーセピア色した思い出がよぎる夢のどこかで会えたらいいね霧が立ち込める特別な夜読みかけの小説閉じるように儚い想いも閉じ込めた夜手のひらには色あせたフォトグラフセピア色した思い出がよぎる会えたらいいね霧が立ち込める特別な夜ありがとうございます。生き急いでっていう曲でした。これは
10年以上前に僕の親友が事故で死んだ時に、まあ、彼のことを思いながら書いた曲でした。ありがとうございます。あ、ちょっと個人的なことで申し訳ありませんけど、今月28日、北九州市門司区ライブバー、ペニーレインというところでワンマンライブをやりますので、そこから あまりでかくは映ってないでしょうけど、こういった形でやりますのでよろしくお願いいたします。それでは最後の曲になります。これは一人の男がこう夢をつかむためにもう故郷も恋人も捨てて旅立っていく、そんな姿を歌った曲です。全てを置き去りに。いつもの部屋でいつもの夢を描いてる、そばにある可憐なが俺を追い詰める。この街を出て行く、楽しい時も辛い夜もあったね。そんな君はどこか遠くで微笑んでる。やりきれない思いは置いてゆくよ。どこまでも続く地平線。容疑者は走り出す。いつしかきっと会えるね。ロンリーナイソーグバイ、後ろは振り向かない。輝く未来にウィンク。月明かりが影を通すよ。ロンリーナイトソーグバイ、容疑者は走り出す。いつしかどうもありがとうございました。大浦公平でした。